はい、ぜひやってほしい練習ってところで、お伝えしていきます。16ポンプっていうのがあります。それがこれからあのメトロノーム使うんですけども、これあの携帯電話とかでもあの今アプリであります。あのこれ辺買うと安くても1000円ですね、します。で選手も多分アプリで買った方が性能が良かったり、あの使い勝手が良かったりするので、まあ、アプリで十分だと思います。例えば今テンポ100、これが4音符のテンポ100になるんですね。でこのピッっていうのに合わせて4回ずつ叩きたいんですね。ちょっと初め分かりやすくゆっくりいきますね。テンポ60にします。でこのピッって中に4等分します。そうすると1234 1234 1234でこう叩いてほしいんですね。1234、はい、せっかくなのでちょっとやってみましょう。1234でいきます。では一緒にお願いします。23、はい、1234 1234 1234、そうです。これが16分音符になります。なんでピッて中に1234を入れていくっていうのがポイントです。でこれをとにかくスピードアップしてほしいんですね。例えば80、そうするとこの速さです。1234 1234、ちょっとやってみましょう。1234 1234 3、はい、1234 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 余裕ですね。大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。ここから大変になってきます。100 1 2 3、はい、1234 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 1234
ますので、ちょっと下がっちゃって、もう一回あげちゃいますね。あの、教室ではよくおにぎりって呼んでます。4文字の言葉何でもいいんですけども、あの、例えばここの地域が伊勢崎なんで、伊勢崎でもいいんですけど、あの、早くなると言いづらいんですね。なんでおにぎりにします。おにぎり。そうすると意外と今までできなかった速さも早く叩けるようになります。目標どうでしょうね。160はぜひ行ってほしいです。はい、多分なんかノリのいい曲ってなると大体160から180ぐらいだったりとかしますんで、これとりあえずの目標です。160、この速さです。おにぎり。だんだんこう口で言うのも大変になってきたんですけど、ってぐらいにどんどんとりあえずその 1,2,3,4 から始めてもいいですし、おにぎりっていうのを始めてもいいので、とにかく早く叩くことっていうのをぜひやっていただければ、やりたい曲が出てきた時にそのテンポの速さが叩けないと実はスタートラインに立てないんですね。なんでこんな曲やりたいってなった時にそのテンポが例えば160であれば、これをまあ最低限叩ける速さまで自分自身がレベルアップしてこないとあのスタートラインに立てないっていうのがありますので、はい、まあ、なるべく160あたりを目指してぜひやってみてください。ここの教室に来てる方で一番すごい子、年長さん、このテンポで叩きます。180です。年長さんでこれです。はい、まあ、多分特集ですこれは。あの、太鼓の達人が大好きで、なんか鬼とかすごいやってるそうです。はい、あのゴールデンウィークも太鼓の達人尽くしだったとか、そんなお話ですね。はい、じゃあそんなんで以上となります。じゃあまた赤いボタン押してもらっていいですか。せっかくなんでお願いします。